えー、暮れになりましたが皆さんお元気でしょうか根本の一人りごとのほう、えー、本試験後3回目になるでしょうか、えー、始めていきたいと思います、えー、概要欄というかコメント欄にも少し入れたんですが、えっと、今回はアンケートを実施中心にそ,のそれを見ながら、えー、あーだこうだ言っていこうと思ってますなんで申し訳ないんですが、あのー、できるだけそのアンケートのほう1分2分もかかりません あの概要欄等にあるアンケートを見ていただきましてあのこちらからまずアンケートをポチ,ポチちょっとやった後にまたこの動画を見ていただけると助かるところですはじ、まあ、めの時ち皆さんのアンケートをちょっと待ってますので、まあ、うん長くて10分短ければ3分 <laughs> 3分という、えー、ほどちょっと私の与、ま、田、あ、話か何かにお付き合いいただければと思います えまあお付き合いいただけるかと、えー、まあ年明け勉強どんな方向で皆さん考えてますかね、あのー、この前、えー、と180日間の作戦会議というやつでしょうかこちらの方で、あの号機の方3人の方に、あのー、どんな学習方法でいきましたかと,といったことを聞いたところ大きく分けて3つになってました。 連メイン、当連の学習を中心にやっていくという感じと方と、インプット講義、こちらを中心にする、もう当連に関しては受けることは受けるけど、もうそれには左右されないと。で、この当連メインの方にも、その当連の範囲をがっちり予習、当連の範囲をがっちり予習して、その部分の当連を受けていくという方と。 予習はあえてせずに受けた後の復習ここに思いっきり時間をかけるというタイプの方がいらっしゃいましたまた二番インプットメインともう登壇は1週間に1回受けるは受けるけどもうそこは軽い復習だけもう自分のインプット自分のインプットをメインに学習をしていくと。 そういう方もいらっしゃいましたあのどれもどれもいい点そして問題点はある内容になります例えばあの当連メインにする方の、えー、あ当連メインにする方の予習型の場合あの点数がまあちょっと低めの方であれば予習して受けるっていうのはすごくいいことです予習して受けることによって知識の方は確認できますんでただあの基準点を超えちゃってる という方が予習をすれば、まあ、ほぼ満点に近いほど取れちゃうし、取らなきゃまずいんですよ。でなおかつ、この予習っていうのはそのレベルになると予習っていうのがね、結構ドーピングっぽくなんですね。あの一時的に点数がダーンって上がるとで。ドーピングだから、すぐ抜けるんですよ。 いう点で点を出すってことはできるけど点を出すっていう、まあ、そのプレッシャーがかかってしまうっていう点もあるし本当に自分の実力なのかもうそれともバブルなのかそれがわからないっていう、まあ、デメリットもあるんですねあいろんな方が出てきましたネてええと現在よろしくお願いしますあよりがとうござよろしくお願いしますよよさんこんにちはんこんにちはしくおさんこんにちはんこんにちはいしまさんこんにちはこんにちは 山田花子さん先生、こんにちは今日もよろしくお願いします。一方あの、当連メインの復習型にした場合えこれっていうのは、あの当連を受けた後にそに自分で間違えたところを確認しながら行きますので、まあ、例えば弱点を潰すっていうやり方ではもうこれ以上ないほどいいやり方です。 当然ね、自分の弱点を炙り出して、その炙り出した部分をメインに復習するんだから、弱いところがはっきり見えて、いいところになります。いい、いい感じでね、その復習がうまく回ると思います。ただ、難点が、あのー、点数が低い人がこれをやってしまうと、復習だけで1週間かかってしまう。1週間したら超えてしまう。また、やっぱ点が差が低いので、モチベーションが下がっちゃうんですよね。 そういった意味でいい,い,い点もあるんですが、まあ、何点もあるとこです。一方、インプットメインにした場合もちろん悪い点としてはあの点数が低い方がインプット講座だけをインプット、ね、自分のインプットをメインにしてやってしまうと通れの,の点が低いからモチベーションが上がらなくなっちゃうと。 といいう悪い点はありますただいい点としてはやはりあの当連に振り回されない自分がやりたいっていう学習これがメインにできますので振り回されないのでやりたいことはちゃんとやりきれるというメリットはありますただその方だったんですけど結局ねその 確かその作戦会議でお話してなかた方ですけどあの結局、主要科目が終わったか終わらないかといったかなあの確かマイナーとかは4月まで完全放置になったと言ったと思うんですよね。あのまあ、デメリット感というのはあの強制力かけないと4月になってやっと憲法こんにちはうん執行強打こんにちはとかそういった 恐ろしい事態が起きかねないと、これが一番怖い事態かなと、と思うところです。もうどれも一調行ったんです。あの当面何を求めるかで変わってくるのかなと思うんです。もちろん成績を伸ばしたいってのはもちろんそうですよ。 ですがあのこれをペースに自分で実力を上げて当連で確認したいというやり方もあるしまたこの当連をメインにしてあ当連を、ね、きっかけに弱点を見つけてその復習で実力を上げたいというのもあるだろうし当連人に対して何を求めるのかとっていうところでも変わるんだろうなって感じがします。 ちょっとコメントの方を読み上げていきましょうか、えっと、うよいようさんほうよいよ1975さんよろしくお願いしますよお願いしますボンボンさん先生こんにちは今日もよろしくお願いしますノリニさんここ2年ほど総合落ちしていますきついよね総合落ちはもともと当メインなのですが今まで予習型でした今年は復習型にした方が効率的ですかね うん、あのこのレベルであれば私は復習型をやっぱ強くお勧めしたいと思いますあの全く、何のもう当連の状況も知らずに行ってもうそのところで自分の頭を振り絞るって感じで振り絞りながら自分なんかそうだったんですけど3年目のときに、ね、あの当連を受けながらもちろんその三角マークをつけたりとか,なんか下の方にコメントで似た論点があったはずと探すこととかこれ、代理だった場合あの委任契約だったらどうなるか。 調べることとかいう感じであのもうで受けなが単純にこうなんで当然受けながら自分の勉強素材をメモしていってそこで復習ですもう一時間かけてその復習素材あのメモとかね間違えたとこかメインにしながら復習素材に当たるってことをやってましたあれは自分的には相当効き目があったなと今でも思ってます前も言ったかもしれませんが あの今と実力要請の時と私とは全然違って、あのと、ー、時は、あ今日不当法かなと思ったら、小登法だったと、<laughs> え嘘とと思って、なんか個人勝利の登記とか出てきて、<laughs> なんでこれやとって思いながらね、ね確かこれ、一番上にこういうの書くよなとかね思い出しながら、振り絞りながらやったので、あれは効き目あったなって強く思っているところです。また皆さんどんどな風に当連 受けられるでしょうかまた、受けない方、まあなんで受けない、なんで受けないとかあのどういった理由なのかとかどういうメインでいくのかというのをもしあれば年明けの学習のメイン方法があればぜひどんどんコメントを書いてみてくださいまた、あの何度も恐縮ですが今回は皆さんに、ね、アンケートの方をお願いしていますでアンケートの方を見ながらちょっと皆さんと色々いろいろ話したいのでできれば2分3分かかりませんあのアンケートの方からぜひアンケート投稿お願いしますお願いします。 え次は、えっ、ー、と、しーちゃんさん根本先生、こんにちは、今日はよろしくお願いします、お願いいたします、ぜひ、なんかいろいろ書き込んでください、山田さん、ファイナルトーレンまではインプットをメインにしていこうかと思ってます、ちなみに、去年の本試験は20点足らずの総合1年でした、パールを受講しています、うん、ま、あそれは、根があったら、それでも全然いいと思います、あのー、全科目ね、ちゃんと全範囲、ちゃんと触れるっていうところを、機会を1回か2回、設けてください、それさえ、その縛りさえ守っていれば、 あの全然この状況であれば、極論、あの4月になってあの執行猶予、こんにちはって言った状態,でも状態でも戻せますから、うん、なのであの、そこはそんなに気にせずに、やりたいことをやるのが一番です、多分やりたいことっていうのはサボりたいじゃなくて、まあ、これは実力上がるだろうとって思うようなことをやるはずなんで、ぜひ自分のやりたいことをメインにやってください。 え次、メリッサさん。先生、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。えー、次、ボンボンさん。卓越ターゲットを受講しております。インプット講座の受講は全科目終わりました。お疲れ様でした。年明け、えー、学習法にで悩んでいます。当例メインの復習型を進めていこうと思っていますが、1月から3月の、えー、ターゲットは何週ほどできるのが理想でしょうか。通りに合わせて今日、全科目一週が限界になると思いますが、不安です。まあ 一周が限界ですあの後で話をしますが、あのー、多分この1月から3月の回すっていうのはよくてあの、ね、最悪でも当連に合わせて1回回すってが最悪のペースでプラス別枠をやったとしてもプラス1回できるかできないかだと思うんですよで受かった方でも大体1回できてる方なんですよねちょっとじゃその話しましょうか まあ回すって字が違うような気がしますけど、気がしますが、まあいいや。で、最低、タオレン合わせて1回、で,できればプラス1回、ただ、これが限界です。 合格者のの方ででもこのぐらいでしたで多分この1回全部やるのも無理だと思うしこの1回っていうのも主要科目に絞ってしまってももうしょうがないと思うんですよ。 なのでそんなこの回すという回数が何回もできるとは思わない方がいいと思います。はい、では、ちょっとコメントの方の読み行きましょうか。 えっと次はルイボさんでしょうかルイボさん、会計士受験生ですがお邪魔します本番だけうまくいかない人間は何をすれば分かるでしょうか普段の登壇はかなり点が取れていますあのまずこのルイボさん、なぜこのチャンネルを知ったんであのこの独り言を知ったんでしょうかもしよかったら入れてください <laughs> で、その上であで本番だけうまくいかないと,というのはあの本当にそうなのかというのが思うところですあのつまり登壇とかはうまくいっているというのはその会計士の試験はどうなのか私は分からないんですが 同じところの予備校さんだけ受けていると問題とか雰囲気で完全慣れが起きちゃうと思うんですよね。うんその完全慣れが起きちゃっていて多分緊張もしないと思うんですよ。で本番って絶対緊張するんです。緊張することに慣れてなくて本番緊張するペースが崩れる点が取れない。 こういう方を初始受験生ではやっぱ多く見てます。その、緊張する訓練っていうのはどうでしょうもちろん、それは他者の登壇を受けるっていう方法も一つだし。また、結構言ってるのが、あの、なんかね、市販の模試かなんかを買って、図書館が何回とくと。普段全く違う空間で違う場所に、ね、受けるってうのと、やっぱり周りからの視線もあるし、うん、やっぱ緊張するんですよ。 それは緊張感を味わうって訓練が私はいるかなと思いますもちろんそれを早い段階からやっちゃうとその図書館でいきなりちゃうとねもう図書館慣れちゃいますんでだから近くになったところで、ね、緊張感を受けるような訓練がいるかなと思いますもしごめんなさいあさっての方向に行ったらごめんなさいはいじゃあ次問いさんでしょうか えー、クリスマス、星29問でした商業登記、2分の6でした実践の受講中でまだ商業登記が勉強できていません、それじゃあ、いい方じゃないですか、あの去年の、えー、と成績、えーの、基準点いってるかいってないか、あの私、動画を撮ってまして、多分今、YouTube 上の多分左、えーと、結構早いところで上がってます、えー、とあなたに足りないものは何みたいな感じで、でそこであのどれぐらいの点数が必要かってことを載せていて、えー、と確か、もし基準点到達しなくて、30問到達しれば、もう12分過ぎるほどね、点数です。 で商業登記の勉強はできていない状態でそれだったらもう十二分ですよ、うん、これは逆に自分を褒めていいレベルだと思いますただ、商業登記、いつ頃から始められるのかといったところそのあたりはぜひちょっと確認というかあのスケジュール管理はぜひしてください戸井さん、2年目で30兆がなかなか見えてきません、めっちゃ悔しいです、いや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 ,いや、いやいい動だと思いますよ、そう状況は。うん 次は井さん春生の運動クラスに入門しました年末年始は先取り事項をひたすら進めると構わないでしょうかとあそっか新井さんってことは次かうんであればその先取り事項ができるんであればどんどん先取り事項の方をしていってくださいねであのもちろん生クラス方か通信のかで変わってくると思いますが私結構言ってるのはそのまり先取り事項をするときっていうのはできるだけ先取り事項を止めないで聞いてくださいと言っています あの実際の講義は止めないで、えっと、生講義であれば止めることはできませんで止めることに慣れちゃうとね止めながら勉強するって癖がついちゃうんですよあ3時間の講義は3時間で終わんなくなっちゃいます先取りを進めるって全然いいと思いますが止めないで講義を聞くというところをやってみてほしいんです じゃあ次ですが、SNMTKC、MM、m さんでしょうか。うん。数年ぶりに学習再開した、えー、兼業受験生と、おお、計画が遅れに年内、民法、ンプトがやっとか言って終わりそうです。4月にあに分、小科目を終わらせれば、まだ挽回可能でしょうか。もう数年ぶりのその数年の状況もありますし、あと前の状況にもかかってくると思います。あのー、この前のかな、ちょっと動画を撮った方なんですが、 あの去年なので一概には比較できないんですけどねあの1月に思い立って総合落ちで翌年受かったって方知ってますまあほんとし本試験が10月だったよね10月だったので今とは違いますけどただ本あの1月明けから学習スタートだから多分状況は多分同じぐらいじゃないと思うんですよねでその方も兼業ですねなのであのちゃんとできてる方もいらっしゃいます なんであので遅れてるっていう意識は絶対誰でも持ちますよ。でも間に合ってる人もいるんだってことでちょっと計画の立て直しをしていきましょうよ。あとちっちゃい目標を作ってちょっとちっちゃくちっちゃくねあの締め切りを作って締め切りをクリアしてるかどうかっていう確認作業をしましょう。ざっくりじゃなくてざっくりじゃなくてあの小さい締め切りを多く作ってクリアしていってください。 山田花子さん、先日の公開講座では毎日期日一問解いていく方がいらっしゃいましたが毎日は無理でもどの程度解くべきでしょうかと、うん、じゃあちょっとその話にもちょっといきましょうかよいしょ期日対策と。 はいえっと、この前行いましたその作戦会議の方では3人揃ってやっていたことっていうのがひな形の学習でしたみんなこれは揃ってやってましたでどういうことをやったんですかっていったらもうひたすら本当にひな形を見ながら写経をすると書き写すっていう作業だとおっしゃってました私も結構これはもう意外であみんなそんな感じまでひな形って重要視してるんだなとちょっとこれは意外なとこでした でプラス、演習とでこの演習、どれぐらいやるかですよね、ちょっとこれ略に言ってみません、略1ウィーク、1週間で1問ずつ、つまり2問から1週間で14問解くと。 最大の振れ幅でここまであると思うんですよで、当連を受講されるのであれば少なくとも1週間で2問は絶対解くんですだ最低限1週間2問は解くんですよあとプラスして平日どれぐらい解くかというところだと思うんですね で個人的にはあの1日1問解いた方なんですけど専業の方なんですよ。記述って費用対効果がやっぱ悪いんですよねあの。1問解くための時間って結構取れるじゃないですかで1問解いて得られるものって名変に気をつけよう権利義務が死んだ時こう気をつけようとうち,はちっちゃいものが多いんですよねあんまりこの時間かけたそのリターンが少ない。 でその時間だったら卓越といた方がいいんじゃないかとやっぱ思うところだと思うんですなので特に兼業の方であれば私はね例えば当連日曜に行けるとしまうねひな形の学習は平日ちょっとやるとしても一問解くのは私土曜日でいいんじゃないかと思うんです土曜に一問解いて一問ずつ解いてあっ気ってこういうふうに解くんだったよねってことを確認して日曜日の当連で新作を受けると。 土日で土曜日で旧作解いて日曜日新作を解くとこんなペースが現実的じゃないかと思うんです一日一問というのは私はあまりこの時期からはおすすめはしませんしむしろ択一の方をメインにした方がいいかなとは思うところです、はい、じゃコメントの方を続けましょうか、えー、繰り返しになりますが、えー、と今回はアンケートの方を実施しております アンケートの方、一二分もかかれば、二二三分もね、あればできる内容ですね。ぜひちょっと振るってアンケートの方をご参加お願いいたします。ヨヨさんでしょうかね。根本先生引き続きお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、とパクパクさんでしょうか。ターゲット受講生です。会社この条文学習として条文だけでもあると簡答六法どちらを使うか悩んでます。 うんともうこれはもうパッと見の好き好みだと思うんですけどあのねやっぱ学習するっていうんだったら簡覚の方がやりやすいです絶対にあというのはやっぱりね横にならん上報が横になってるんですよあと数字が読みやすいんです六方って縦じゃないですかテキストって横じゃないですか縦の動きと横の動きをやるっていうのはやっぱ目が疲れますし、えー、読み慣れない縦のものって今縦のものっていうのはまあ小説とかそうかあんま多くないですもんね なんで縦に慣れてない人は横になっているものが私は見やすいなと思うしまたあのあれなんだ2、えっと、色になってるじゃないですか色付きのだから見やすいだろうしねうん私は簡覚の方をおすすめしてますねうんじゃあ次は、えっと、ボンボンさん 先ほどありがとうございました。ありがとうございました。えー、時々、たびたびすみません。ターゲットの指示で6月か,から去問を解くようにということでしたが、ターゲットの教材プラス去問を回すということでしょうか。去問のみでよいでしょうか。また、去問の大前提、直託を解くのはどうでしょうか。えっと、結論から言うと、囲碁、普通に、えっと、一番最初、商業というかなのところで、えっと、年度のお勧、えっと、めをしています。で、その年度のおすすめしたものは全部やってください。あの目的としては、ターゲットっていうのは、まあ、格になるもの、コアな知識のところだけをメインにしてます。えー、細かい端々の去問もいろいろあります。 それを一回ざっと解いてうわこんなん出てんだええー、これ覚えなきゃいけないんだなとという感じでそのターゲットから漏れてしまってでしかも自分の感覚で解けないものそれをあぶり出してほしいんですあの全範囲がこれだけですねターゲットの点はここにしましょうかでそれ以外の内容でも自分の感覚的に、まあ、これ利害関係でしょうとああ当たり当たりえこれ違うのえー、そんな理由っていうのはあると思うんです そういったものは炙り出すためにね、やってほしいんですよ。何がご自身にとってね、感覚合う合わないか違ってきます。なので、一人一人ね、あの、違うので、ずいぶんざーっとやってね、見ていってほしいんです。あの、こういった意図なんで、ね、絞り込んだ過去問ではなく、もう2年前、3年前のものでも構いません。過去問集普通の過去問集のやつを一回やってください。 法要要19753でしょうか生鮮当連実力要請法を初めて受講し,、えー、受講します人によるとは思いますが択一と記述の時間半日の目安はどれぐらいにしてもでしょうか、えー、特に午前の問題のときが気になります、あのー、一応午前の民法のときは記述の分量はそんなに多くはなっていないはずです、えー、と目安としては択一が1時間半で記述が1時間半ぐらいの目安でで 開始えっと、マイナー科目ぐらいになった時にはマイナーぐらいになった時きは逆に択一が1時間で起立を2時間でというぐらいの目安じゃないでしょうかうんまあ択一1時間半ちょっとできるんだったら1時間20分ぐらいでもいいのかもしれません全足検討でねうんで全足検討できないんだったら起立は後回しにしてくださいあの今は別に点数取るための時期じゃありません 問題を見て一問一問知識が入っているかどうかの確認です。均一は後で家でやればいいじゃないですかあのー、なんだ軸足を作ってそこから検討して早く解くなんて訓練は後当てできるんです今は知識の確認なんですからだから例えばその言ってるのが「択一でもしね2時間近くかかっちゃった」と言った場合1時間で均一を雑に2問解くぐらいだったらそれはやめてもらってね 均一は1問だけ解いてあと1問は家のストック用にするそんなふうにしてくださいあくまでも択一メインだと思ってくださいうん総合点が出ないっていやいいじゃないですか今今そうい今そんな総合点こだわんなくていいですよあの実力要請の1回目が総合点で1位取れる人っていうのはね大体答えを見ながら書き写して えすみませんちょっと錯乱しましたはいじゃあ次はえー、っとのりにさん自分の最低の状態でどの程度実用があるか試すためにあえて寝不足で登園っていのはどうでしょうか本番のコンビニのマスクスは限りませんねあ私もいつも言ってる通りでそういうことやってますあのー、昔以上言ったことをかぶってしまうんですがあの日寝不足でいく二日酔いでいく えっと、徹夜で行く、まあ、寝不足と同じなんですけどねであとはね、あのーまあ、今ない予備校なんですけどね昔とはとある予備校さんの通りを受けててすごい密着してるんですよ隣との間隔が狭くてでその密着してその隣がね臭いんですよちょっとねちょっときついなっていう臭さなんですよであれはねでしかも臭くてちょっと待つのなんかふくやかな方だったんですねでもうこう狭くなっちたってこんな感じででちょっとあれはね つながったですつったけどあの本番の時にあんな臭い人が来るとはまずないだろうとでしかも絶対隣空いてるから、うん、いこう幅広くできるだろうといっ,ったもう安心感は持てましたねただそれもしやるんだったら今じゃないあの C56 でやってくれ 24533根本、ね、先生パールでお世話になりましたなんとか応できましたおおおめでとうございます何回か見てたな,なんかアイコンとあれですねおめでとうございます何かもしよければあのご自身が当連どっちの、ね、パターンえ当連の受け方どういうやり方をやったのかともしよかったら後半になんか打ち込んでやってくださいねてい当賢者さん 合格ゾーンポケット版択一囲碁文足集と通常の合格ゾーンの過去問集の使い分けでおすすめありますか今足をメインで進めていて A ランクの知識を固めてから合格ゾーンに戻ろうと思ってますが並行してやっほ方がいいでしょうかといやむしろそっちも今やってる方法でいいと思いますよあの今の足集の方でガチガチにまずやっていってでその後にね普通の合格ゾーンのやほでやってみるとで俺なんで知識相入っにできないんだろうとって思って足集を見るとあれ足臭乗ってるぞあこれ事例化したやつなんだ あの、足集って一つの知識をね、全部同じことにまとめちゃってるんですよ。だからなんだろう、うんと、規範って言ってわかるかなもしくは洗礼の原文ってわかるかな洗礼の原文と事例問題があったとしてね。例えば先に洗礼の原文で本試験出た場合に、こっちでね、足まとめちゃってるんですよ、全部。で、実際本試験問題では洗礼の原文通りもあれば、事例のものもあるわけです。で、 こっちでできるけどこっちでできないってなるとなんか丸暗記になってる可能性があるとかねもしくはあ当てはめの能力が薄いんだなとかそういうのがわかってきますまずは足臭の方でガチガチに固めてからその後ね4月ぐらいになった時に4月か3月かある程度2週3週ができて、ね、もう正答率が100%は絶対無理ですよ70%ぐらいでもいいのかな70%から80%ぐらいねいけるようになったら過去問集の方に振ってみるのどうでしょう 次ヨヨさんですかねアンケートにしました、ありがとうございます。えちなみに、5、6年前のレックの模試は当然、をろに持ってますが、厳しさに作っておいても大丈夫でしょうかと。えっと、不当法のは債務引き受けぐらいかな、まずいのは。不当法は。で、会社法商業登記はいわゆるあの株主リスト。それぐらいかな。 あと、登録免許税法12条3と4号は違うかもしれない、まあ、特,には特に大きな、ね、法改正があるわけじゃないんでいけると思いますのでぜひ使ってくださいあと5、6年前だと不当法まだ記号かなそこだけ見て不当法不当法の問題が記号形式かどうかそこはぜひ見てくださいえ繰り返しになりますが、えっと、こちら今回アンケートを実施しておりますぜひアンケートの方ご協力お願いします またあのこちらを見,見られている方あの、ぜひ今思っていること、悩み、相談、愚痴でも構いません、ぜひあのコメント欄にコメントをしてみてください。メディッサさん、えー、先生は昨年ターゲットを繰り返しておりますが、これからもこれでいこうと思ってますが、特に問題ないでしょうか。とあのー、あれ えっと、青年関係の会社は対応してますよね、あの動画でたぶん配信してるのがあったと思うんで、あのそのあたりの,あの対応さえしていただければ、あとは去年行った指示を、それに従ってみてください、それで行って、直前に近くなったときに一回、過去もバッと解くということ、それをぜひやっていってください、大丈夫ですよ。パックパックさん、6本はどのタイミングで引くべきでしょうかと。 であの六方の、た多分これ、会社法のやつですよね。であの、六方の引くタイミングなんですが、私は結構、攻めてるのがあの、問題を間違えたときに引く、問題を間違えたときに引くってことを結構強くお勧めしてます。こう、条文が載っていて、問題に間違えるときにね、間違えると文言、あ この文言で引っかかってるんだなはいそんな感じでねあのその色をつけていってほしいんですよ一条からねお経のように読んでもあんまり効果が出てこないと思うんですむしろ間違えと時に間違えるときにけ色をつけていってでそれが蓄積していったらね今度は間違えたところだけ読んでいく そうやっていくと効き目は出てくると思います。効き目は結構高いと思いますので、あの、ぜひ、この間違えるタイミングで引くってこと、やってみてください。ただこれね、あの、なんだろう、丸だって言って条文通り丸っていうのはね、あんまり効き目ないんですよね。×足でね、条文の文言で引っかかっているような問題、の場合が結構効き目があります。 えっと次は SN さんでしょうか、えー、3年前の品質論点禁止の問題を持っていますが使用しても大丈夫でしょうか3年前ならもう特段問題ないと思いますよ大丈夫ですよ、うんえー教員えー、問いさん教育者全員持ち分全部移転を100回,出ても100回間違い自信があります毎回騙されて所有権移転と書いちゃいますあのー、もうそもそもまあもこれ引っかかるのはしょうがないと思うんですが、まあ、そもそも論のことを言っちゃうと 全種が単有なのか共有かで変わってきます全種が単有だったら絶対目的は所有権で字が入るんですよ単有だったら所有権移転なのか所有権一部移転か一方全種が共有であれば絶対に持ち分って言葉が入れなきゃいけないんですよ A 持ち分全部移転、共有者全員持ち分全部移転、持ち分の文言は絶対入れなきゃいけないんです、ちょっと意識するといいかもしれません、単有か共有かで、目的に所有権って言葉か、持ち分って言葉か、どっちか入れなきゃいけないんだってことです。 次、えっと、パックパックさん、荒川先生の品質論点、金銭を受講しました、年明けの根本先生の品質論点、金銭とどう違うんでしょうか、何それ、期日レベルアップ講座かな、いや、同じ問題使うんですよ。あのー 中上級用の講座で、記述レベルアップ講座っていうのがあって、でそれはその年の,あの品質論点、金準の問題を使ってます。問題は全く同じものを使っていて、まあ、解き方の説明をするっていう講座です。多分それだと思います。うん、であれば、あの結局、素材は全く同じ。であの、解き方の説明でプラスアルファをしていくっていうのが、その期日レベルアップ講座というものになります。問題は全く同じです。 え次、優しいさん、えー、ローラーを受講したいんですが、その場合、先生が単発する予想講座、内容を重複して必要ないという認識でよろしいでしょうか。間違いありません、えーと、全く同じ内容なので、あのもし受けられる環境であればローラーの方がいいと思います、ルイというかあの、内容の説明ができますので、そちらをお勧めします。で内容の説明じゃなくて、部分だけ分かればいいといった場合は単発の方を選んでください。山田さん 去年のご学者の方は、ネモン先生の周り、兼業、専業割合はどれぐらいですかと全ご学者の平均のより、あやはやアルフォーが多いですかとうん、なかなか会えないんですよね、今のところね、あのこのご時世なんで、あのご、交流会とかで、まあ、会うことはできましたが、あのー、そこで見る限りは、やっぱ逆に専業の方が少ないのかなって、専業の方が圧倒的に少ないなって感じはします。で、やっぱ年齢的には r フォーとか、まあ、アラウンド40だから40近い、40中円か。 いっぱいそんな感じがしますねあのなんだろうこう、変な意味じゃないんで言ってほしいなと思いますけどあの3年ぐらいまで祝賀会をやっていて祝賀会は弁理士とあの書士、合同やったんですよ、レッグって。<laughs> ってって時にねなんにね、やっぱりね、書士の方が年齢層が明らかに高いんですよね、見てると。で弁理士は高いから低いがあるんですけど、書士は、ね、大体皆さん大体40代ぐらいかなっていう感じなんですよ。 年齢層がだいぶ違うなっていうのをね、もう3年ぐらい前、もう4、5年前かな、ぐらいから感じているかん状態です。2、4、3、5、3、3、何回も受けて、私、い今更インプットしても効果が薄かったです。過去問の連中心に選択ができないところパラノンテキストに戻ることを繰り返して、テキストを最初から読み直すのは一切ありませんでした。あと、神社参りを30回ということです。本人が特定できました。君はあの人ですね 一緒に動画を撮ったあの人ですね、分かりました、<laughs> うん、そうあのお参りに行けって言ったら、本当にお参りに行ったという方です、うん、あの動画、この方、あの確か、えー、と10回受験の方であの動画を撮っておりますあの、レックのホームページ、ユ、えーチューブ、えー、動画の方であで、確かサムネイルの方が、ね、10回受験で受かりましたという感じのものができておりますので、あのもしよければ見てやってください。 パックパックさん、ターゲット受講生です。ブレイクスルー等のテキスト、本試験までに読むことはやったほうがいいでしょうかと。それに疑問点のみに、熟ゅくじゅよいでしょうかと。結局、この手の議論っていうのはね、やりたくなったときにやってるんですよ。気づいたらね、読んでるんだったら、もうそれでいいんですいるのかないらないのかなって思ったらい,らない,いやらないんですよ。いるって思ってたら、もう読んでます。うん。もう、それの自分のね、こう、なんだろう、欲求に。 従ってやればいいと思うんですヨーヨーさん、今調べた6年前の模試、不登校の添付書面は記号形式でした、記号形式でした、あじゃあそのままいきましょうパックパックさん、キースレベルアップ講座でした、申し訳ありませんでした、いえい,えいえヤンタンさん、総合2年連続のものです、ターゲットの受講でお世話になってますお世話になってます。 年明け以降、東然と並行して回す意識の仕方について、問題とか表のインプットにいずれか重視かでアドバイスがあれば、よろしくお願いします。私はね、表なんですよ、あのこのレベルであればあの。ある程度伸ばすんだったら、やっぱり問題中心ですけど、そこから先はもう、表を覚えた方が、なんだかんだで早いんですよね。で、表での確認のために問題を見るという方が、最終的には、ある程度、成績伸びてからは、ポンと上がるような気がします。だもちろんね それ言われてやってもねやっぱ問題取った方がうまくいくなとっていうのだったらもう問題中心でぜひ言ってくださいじゃあそろそろアンケートの中身にいきましょうかねうんじゃあえっとアンケートの中身の方にいこうと思いますよいしょとえっとどこだあったえどうでしょうか えっとりごとアンケートと、えー、現在62件の回答をいただいております本当にありがとうございますじゃあいきましょうまず年内の学習は予定通りいきましたか少々遅れている62件中25件40.3%順調せん調すおおむね予定通り13人21%かなり遅れている 19人30.6%ほとんどできなかった5人8.1%皆さんこの数字どう見ましたで私ねこの青と赤が60%いってるっていうのがあのね結構意外でしたもう少し少ないかな50切ると思っていたんですよね これは多いいなあと思いました。結構計画的にできてるのかなと一方このねオレンジと緑この遅れてるって方とほとんどできないって数字いわゆる38%ぐらいなんですがこの数値がねあとの数字と結構一致してきます3つ目の質問になるんですけどね まずこんな感じで皆さん、意識があるようです。しょ、じゃあ次の質問いきましょう。現在の学習時間はどれぐらいですかと。青、えー、っとこちら、2時間未満、休日2時間未満、7人、11.3%赤、2時間以上4時間未満、17人、27.4%。 そして、オレンジ、4時間以上、6時間未満、19人、30.6%。緑、6時間以上、19人、30.6%以上。で、これも結構ね、びっくりしました。あの、いわゆる、えっと、オレンジと緑、オレンジと緑、休日4時間以上ができていると。もう、本格学習、再開できている方が、 全体のまあ60%近くいるっていうところ多いなって思いましたもっと私ね赤の数字が40%近くはいくんじゃないかと思っていたんですでは次どこまで学習できましたかと青 全科目一通りいったよって方13人21%主要科目全部マイナー科目は少し前いきますよと19人30.6%オレンジ主要科目全部いったよと6人9.7%緑 使用科目も終わってない。24人、38.7%。で、これ私、この緑の数字。個人的には、まあ予想通りだけどやっぱり多いなって思ったんです。約4割が使用科目まで終わってないと。まあ、何をもって終わったというかは人次第です。 もうざっと見ただけでも終わったとする人もいればね、もう一個一個すごい丹念にやって、もう一個一個突き詰めないと終わったとは言えないとっていう方もいればね、まあ、いろんな方がいるので、まあ、一概には比較していけないんですけど、でもそれでもやっぱ四4割ってすごいなって思うんですで、この4割の数字がね、この数字とリンクする気がするんですよ。やっぱり主要科目が終わってない、その38%の方っていうのが、このね、オレンジとか緑。 遅れてるできなかったという方との数字と一致するんですよねもともとその塩化目終わらないって予定で年内計画した市長の方がむしろ珍しいと思うんですよ年内までに塩化目は行きたかったけど行けなかったからやっぱり遅れてるかなり遅れてるって意識なのかなとえちなみにこの何だこのえっ、ー、と 青と赤、全科目は一通り、もしくはマイー科目がある程度いってるよという数字、この数字の51というのも、ちょっと後の数字とね、リンクしてくるところがあって、面白いです。じゃあ次、当連はいつ頃から受けますかと。 もう受けている15人 24.2%1 月から考えている20人 32.3%4 月以降で考えている16人25.8%当連は受講しない11人17.7%あのもしよければこのオレンジと緑の方あのどういった意図 だったのかもちろんそのお金の面というのもあるかもしれませんがそのお金以外の面で、ね、例えばこうこうこうなので4月以降にするとかもしくはこうこういう理由で当然は受けないんだと何かあればちょっともし参考にできればしたいのでもしよかったらコメント書き込んでみてください私このオレンジが多いなーっていうのはねちょっと意外でしたもうちょっと少ないかなと思ったんですけどね じゃあ次年明けから3月までの学習を重視することは丁寧な学習ですかそれとも回す回数ですかと青回す回数より丁寧な学習を重視する38人61.3%赤 マス学習よりあ定丁寧な学習より回す回数を重視する38.7%はいでここの回す回数を重視するっていう人が多分ね俺これ青と赤は半々とまではいかないけどちょっとこんだけ差がつくとは思わなかったです多分これね4月になると青と赤の比率は逆転するかなとは思うんですけどね やっぱりまだこの時期は皆さん丁寧な学習ってことを意識する意識したいっいうところだと思うんですただ、やっぱり悪魔悪魔の言い分あると思うんですよいくら丁寧なことをやってもすぐ忘れてしまうとだったら回数多くした方がいいんじゃないかともちろんそれも一つの考え方ですし全然問題ないと思います次。 予備校のインプット講義、短い講義を含むを受けますかと青、すでに受講している39人62.9%年明けから受講する2人3.2%受講するか悩んでいる14.5%受講予定がない1 0人19.4% えっと、まずちょっと思ったのがこの青の数字62.9って数字ねこれなんですがこれ使用科目とこのね使用科目まで終わった数字がえっと51の60.7なんですよ60.7。60. まあ、全部が被るとは言わないんですけど、やっぱりこのインプット講義取ってるっていうのは、やっぱりペースメーカー、お金払ってペースメーカー買ってるので、やっぱりある程度、学習計画、うまくいくっていうのが現れてるのかなという感じがします、もちろんインプット講義取ってるけど、終わってないよという方もいらっしゃると思いますけどね、このあたりはリンクするんだなっていうのを思いました、インプット講義っていうのは、そのやっぱりそのペースメーカーにすごいなるんだっていうのを思いました。 で次にちょっと思ったのがこの年明けから受講するともう決めた方が結構少ないなとっていうのとこの、ね、特にこの受講するか悩んでるという方ちょっと私の、ね、ちょっと今後のいろん,んな企画にも役立ってたいんであの悩んでる方あの何が悩んでるのか何かあればちょっと教えてくださいコメントかかなんかでお願いしますそしてこの受講予定がない。 やっぱり今までいろいろ受けているのでもうインプット素材はもう十分だという方が2割ぐらいいらっしゃると、はいまあ、では最後え次の一人りごとはいつ頃がいいですかと1月上旬、18ー 29.9%1 月下旬、えー、46.8%2 月 えっと、11人 17.7%3 月4人6.5%ちょっとこの赤と青がこんなに増えそうもなかったとこれ初めの時点この青と赤で半分ぐらいだったんですよでもこんなになるとは思わなかったこれだとまあ1月にやらざるを得ないんだろうなとやりたくないのかといやそうじゃないんだけどもうこれは1月にやりましょうねちょっと上旬がちょっと難しいかもしれませんが1月中に1回とあとは直前期入るとこの3月 のところで一回できればいいかなと。今のとかそんなふうに考えております。数字を見ていかがだったでしょうか。まあ自分と同じ意識の方がどんだけいらっしゃったか。もしくは自分と違う意識の方がこんなにいるのかと。 やっぱあの,他の受験生が今どんな状況かなかなか見えないのでこういった数字、まあ、もちろんそんな母数は多くありませんが見ていただけるとあのあなるほどねって共感できたりいろんな疑問等が出てくると思います。あのぜひその自分の意識と同じかどうかというのは何か一つの立ちにしてみてくださいお時間近づいてきました。 じゃあコメントの方をっ拾っていきましょう。ただいま五十三人の方見ていただいております。ありがとうございます。えっとどこだ。メリッサさんからでしょうか。えー、もういい加減今年の本試験で必ず受かりたいです。どうやっても結果を出したい。合気き先生に会いに行きます。待っています。 でなんだろう、もうある程度成績、総合点に近いところまで行っていて、こうその先行かないってなったときに、やっぱね、なんか自分に欠けてるところがあるんだろうなって思うし、思いたくなるんですよ。でも、まあ、そういった方、同じような状況の方で受かった方に何か変えましたかとかね、聞くと、あんまりこう勉強方法を変えて受かったって方は、私は聞かないんですよね。まあ、そういういい方もいますよ いるんですが、まあ普通、あまりやり方変えてないよと。って方のほがやっぱ多いんですよね。まあ、こう言っちゃいけないと思うんですけど、こう。まあ、サイコロ。と言っちゃいけませんが。ちょっと。順番待ちになるのは。まあ、ある意味やむを得ないと思うんですよ。 ボンボンさん、食べたびたびすいません、登壇は復習型でいこうと考えていますが、マイナー科目の登壇も予習型でなく、復習型で大丈夫でしょうか。マイナー科目は年内インプット講義を受講してテキスト1回回しのみです。これ、分けてもいいかもしれませんね、主要科目とマイナーで。あのマイナー多分、読んであの、問題文の意味があまりわからない状況で登壇を受けても意味がないですから、これはね、特に民。 広報とか保全法でちょっと問題ちょこちょこ解いてみていけるんだったら復習型あっからだめだと半分ぐらい忘れてるとっていうんだったら予習型にしてもいいかなと思うまあもともとそうなんだ,、まあ、なんだドーピングになるっていうかもしれませんけどあのマイナー科目自体が結構一時記憶になるのはしょうがないんですよなので、まあ、ドーピングになってもしょうがないと思ってマイナーは予習にしても、まあ、問題はないかなと思います 24353。根本先生の図表はよく見,ええ見やすくて、よくまとまってると思います。信じれば受かります。根本先生、受講生の皆さん頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。またいらしてください。山田さん。パックで申し込んだの実力要請を受けられますが、毎年復習なしで、そこそこが取れるんで、ファイナル編から受けるようです。えー、去年は総合値だったので、丁寧な複雑中止なで、3月いっぱいインプトいきます。あ、この状況だったらもうそれがいいと思う。むしろそれがいいと思う。あのー、 そういう状態だったら、むしろ1月間の登壇ということで、一日潰されるんじゃなくて、自分のやりたいことをメインにしたほうがいいでしょう。ただ、どっかのタイミングで全科目バット得とかね、いうことはやってみてください、1か月に1回でも構いません、例えば1年前の本試験の問題とか、登壇の問題とか、全部が全科目のやつものっていうのを受けてみて、結構、学習の変なムラができてないかと。っていうのは見るといいと思うんですよ。月に例えば去年の 去年のね、模試の問題を一問解くとかね、いう形で、1か月に1回、総合答練とか、総合模試を自分でやるのはどうでしょうか。パックパックさん、年の瀬のお忙しい中、一人ごと言やっていただき、ありがとうございました。ありがとうございます 先生の講義でえー、辛い受験生をね生活もなりきってみせます。ありがとうございます。いや、頑張ってください。感謝しかありません。対象の気をつけてお過ごしください。よう年をお迎えください。ありがとうございます。寝てい当者さん。皆さん受験勉強が、えー、順調に、ね、引きが引き締まりました。大掃除の途中でしたが、えー、放り出して勉強します。いや、あまあ、大掃除、大掃除、まず大掃除。大掃除ちゃんとやってからの方が勉強身につきますんで、大掃除ちゃんとやらないとあの家族にも怒られますから、まずそっちをやってください。でその後、 勉強計画をもう一回立て直しましょうヤンタンさん先ほどありがとうございましたありがとうございますターゲットの歩行にいくつかリクエストさせていただきました楽しみにしておりますあのちょうど今日一応同時中継であの歩行をやり終わったところですちょうどこの教室でやり終わったところですヨ,ヨヨさんえ今回もありがとうございました また一月の1人ごと楽しみにしております。うん、まあ月間でも下旬までにはやろうと思っております。お時間の方は近づいております。えー、何かございましたらあのコメントの方を打ち込んでください。またコメント打ち込んでる途中であればコメント打ち込んでる途中なんでちょっと待ってほしいとと言っていただければ幸いです。あの年ので皆さんいつまで勉強しますかね。 30、31までやるという方もいらっしゃるし例えば家族の関係で、まあ、30まで勉強でそこから実家に帰るんだという方もいらっしゃると思います、まあ、その正月の期間勉強どうしようかということもいらっしゃると思いますが、まあ、私自身は、まあ、勉強を無理に、ね、あの年末年始までやる必要はないかなと思っていますあの、ね、もちろんあのお一人で過ごしているんだったら別にですがあの家族がいる方で年末年始まで勉強付けだと やっぱりこの家族がいいい顔しないですよ家族のストレスがたまってきます。で、ストレスって蓄積していくといつかドーンっていくんですよ。で、このドーンっていうのが、本試験直前だったら嫌じゃないですか。まあ、この時期はあの家族サービスとか、あの今までこうちょっと疎遠にしたところをなんとかカバーしていくってことを優先にするで、ね、いいと思うんです。で、まあ、いつから勉強を再開するかの再開時期を決めて、 で再開時期から、ね、どういうことをやろうかなということを組み立てるってことでもいいと思うんです、まあ、ちなみにその組み立てるときなんですが、あのいきなりこう勉強1日、2日空けてる状態で勉強を再開しても、すぐには、ね、あの4、5時間勉強なんかできませんから、徐々に徐々にこう、なんだろうあの、初日は3時間、次は4時間、次は5時間みたいな感じで、あの徐々にこう時間をね、伸ばしていくと。 いうことをお勧めしたいところです。はい。えっとどこまでいったかな。ヨヨさんでしょうかね。え今回もありがとうございました。ありがとうございます。また1月の一人ごと楽しみにします。楽しみにします。お待ちまし、お待ちしております。 優しいさんありがとうございました一月も参加させていただきますお待ちしていますミリサさん本当にありがとうございましたようお年ようお年山田さん今日はお忙しい中ありがとうございました次回楽しみにします一月におまおま一、えー、月にお会いしましょうヨーヨーさんでいいんですよね持ち間違ったらごめんなさい皆さん、えー、勉強頑張り頑、えー、皆さん勉強頑張れですが頑張れていらっしゃるようなので僕も引き続きを決めて頑張りますでも先生本日もありがとうございましたありがとうございました。 山田花子さん、先生ありがとうございました。良いお年をお迎えください。ありがとうございます。といったところで、いい感じのところになりましたので、本日の一人りごとはここまでとしたいと思います。では、年末、年始あのあの、まあ、とりあえず皆さん、良いお年をお迎えください。そして、1月の一人りごとでお会いしましょう。では、本日の一人りごとは以上です。良いお年を。